はいどうもこんにちは、 J リーグにゃがサポーターの良平です。今回は現在リーグ2位と好調ビファーレン長崎について特集させていただきます。長崎は現在リーグ7戦負けなし、ルヴァンカップも含めると公式戦8戦負けなしと今非常に勢いのあるチームです。今回特集するにあたってにゃがサポーターなりに調査した結果、いやこれは強いなと感じましたので、その長崎の強さについてお話しできればなと思います。はい、そして動画を視聴していただく前に1点お願いです。この動画に限らずですが、基本的には心を込めて最新の注意を払って動画編集情報収集しています。ただそのチームを応援しているサポーターからすれば、僕なんてまだまだにやかサポーターですし、何分一人で20クラブ以上チェックしている事情もあり、もしかしたら誤情報や誤表記が出てしまうかもしれません。そちらあらかじめご理解の上動画を視聴していただけると嬉しいです。はい、それでは好調ビファーレン長崎について早速見ていきましょう。まずは良平が感じた長崎の強さについてポイントを絞って3つ紹介したいと思います。はい、こちらの3つになりますね。順番に見ていきましょう。まず圧倒的なこの力、やはり今季の長崎といえば圧倒的なこの力。リーグ戦では J2 トップともいえる戦力を誇る清水に対して4得点を奪って勝利するなど、清水に対しても全く引けを取らない、むしろこの力で勝っているかもと感じるほど個々の能力が高いなと思います。特に今季の活躍が目立つのがエジカル選手とマテウス選手。エジカル選手は上背はありませんが、抜群のテクニックでボールを収めて攻撃の起点となれる選手。それでいてシュートもめちゃくちゃうまくて決定力も素晴らしい、いや本当いい選手ですよね。そして今大活躍中なのがマテウス・ジェズス選手。強靭なフィジカルを武器にパワーあふれる突破、ボールキープ、破壊力抜群のシュートとまさに中盤を制圧。いやマテウス選手の強さえぐいですよね。あのサッカーゲームのウィニングイレブンで自分でエディットした能力マックスのチート選手みたいな、あのそれくらいの存在感がありますね。あのこの表現分かんなかったらすいません。僕が見た試合では長崎はキーパーからのビルドアップ、そしてプレスをはめられた時のロングボール、どちらも併用して攻撃していたんですが、このエジガル選手、マテウス選手がいることでロングボールがまあ収まるんですよね。マテウス選手は強靭なフィジカルに加えてボールを持った時の懐も深く、背負ってもボールを失わない。エジガル選手もトラップとか本当に上手くてですね、多少なアバウトなボールもマイボールにしてチームを助けてくれていました。他にもここで言うと増山選手とか非常にこの力が高い選手が多いですが、特にマテウス選手、エジガル選手は飛び抜けてすごいなと感じます。そして強さのポイント2つ目が、後半からファンマ、松澤、マルコスが出てくる強力な攻撃陣。はい、これは先ほどのこの力とも通ずる部分があるかもしれませんが、スタメンの笠柳選手、エジガル選手、増山選手のユニットだけでも脅威なのに、後半からファンマ選手、松澤選手、マルコス選手が出てくる攻撃陣は、いやー相手としたらめちゃくちゃ嫌ですよね。ファンマ選手はご存知の方も多いと思いますが、昨年の J2 得点王となった選手、抜群のキープ力と決定力は今季も健在。そして松澤選手は僕の一押しの選手。左サイドで単独で局面を打開できるドリブル、圧倒的な突破力が持ち味の選手です。まるで日本代表の三笘選手を見ているかのような力強いドリブルを持っている選手ですね。そしてマルコス選手もスピード推進力があって脅威となれる選手。これらスタメンでもおかしくない J2 トップクラスの選手がベンチに控えているのは、まあ J2 でも長崎くらいじゃないですかね。清水や岡山も相当選手層が厚いなと感じますが、ここまで攻撃で自戒を出せる選手がベンチにいるクラブはまあなかなかないと思います。さらに攻撃陣で言うと
中村敬太選手や名倉選手が今後怪我から復帰すれば、さらに強力な攻撃陣が出来上がりますね。この圧倒的な攻撃に加えて、交代カードの豪華さは J2 でもトップと言える戦力じゃないでしょうか。そして強さのポイント3つ目は、田中選手、模様選手など新戦力の台頭。はい、前述した攻撃陣に加え、守備陣も新しい戦力が台頭してきています。センターバックの田中選手、サイドバックの模様選手が特にいい選手だなと感じますね。まず田中選手は守備での能力の高さはもちろんですが、ビルドアップのパスセンスも非凡なものがあるなと感じます。僕も全ての長崎の試合を終えているわけではないので、あくまでにわかサポーター視点となりますが、直近の熊本戦でも増山選手へのアシストを記録するなど、精度の高い効果的なパスを通していました。見ていて本当にいい選手だなと感じます。今津選手や海池選手などセンターバックが抜けた長崎ですが、田中選手の加入は大きいなと思います。そしてサイドバックの模様選手、今季加入の大卒ルーキーですが、対人が非常に強くて可能性を感じる選手。まだ試合を読む力や危機察知能力といった細かい点は粗さがあるかもしれませんが、それ以上に攻守において圧倒的な強度の高さは目を見張るものがあります。熊本戦も対面の松岡選手の突破が脅威で、模様選手でなければもっとやられてしまっていたかもしれません。第7節から3試合連続フル出場ということで、下平監督の信頼も勝ち得ていますね。この豪華な攻撃陣に加え、守備陣でも新戦力が台頭しており、今の好調長崎を支えているなと感じます。はい、ということで圧倒的な個の力、特に豪華な攻撃陣を擁し、現在首位の清水にも局面局面で負けていない、むしろ圧倒していた長崎は凄まじいポテンシャルのあるクラブだと思います。課題の守備も模様選手や田中選手など新戦力が台頭し、今後のリーグ戦が本当に楽しみなクラブです。まあ、ちょっと心配な点を挙げるとすれば、中村選手や名倉選手が怪我、飯尾選手が今季絶望となる大怪我をしてしまって怪我人が増えていること、昨シーズンまで大車輪の活躍をしていた米田選手が今季はここまであまり調子が良くないと感じる点でしょうか。まあ、裏を返せば中村選手や名倉選手が復帰したら、まあ、さらにね、とんでもない攻撃陣になりますし、米田選手も J2 トップクラスの実力者ですから、後半戦に向けて徐々に調子を上げてくれると思います。総じてポジティブな要素が多くて、熊本戦のように3対0から接戦に持ち込まれてしまうなどの、まあ、不安定さももちろんありますが、それも含め伸びしろが大きく、今後が非常に楽しみなクラブ。圧倒的な戦力と個の力でこのまま J2 を破壊していくのでしょうか。長崎の今後が非常に楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも面白いと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。メンバーシップも始めました。メンバーシップの登録もお待ちしています。それではまた別の動画でお会いしましょう。